大井川用水は、静岡県の大井川周辺8市2町に水を供給する国営及び県営の灌外用水。日本を代表する用水の一つとして、農林水産省の疎水百選に選定されている。一部は、浄水道や工業用水として利用されていたが、農業用水の違法転用として問題となった。静岡県島田市南の中部電力。 川口発電所の放水口の下流から取水し、大井川左岸は、重洲市、右岸は、大井川水路橋で、大井川を渡り、袋石まで潤す広域な水路網である。関東農政局大井川用水農業水利事業所、赤松発電所大井川用水は、農業用の灌漑用水であるが、その一部が長年にわたり、浄水道や、工業用水として転用され、 地域の人口の増加と工業化に寄与してきた。しかし本来認められているのは農業用水としての利用のみであり、これらの転用は違法である。このため2006年度中に問題を是正することを求められた。上水道については静岡県が保有する水利権を利用して大井川広域水道企業団が水を供給、工業用水については 周辺自治体で組織する東園工業用水事業団が2006年度中に供給開始し違法転用問題は解決した水力発電所データベース赤松電力土木技術協会2016年11月29日閲覧データは旧設備のもの環境への対応特殊等改正史2016年11月29日閲覧 国営大井川用水農業推理事業とは ?5、小水力発電。関東の政局。2018年2月12日閲覧。ありがとうございます。